はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆこりでございます。今回ですね、レジェンドオブストロカードパート6やっていこうと思います。先にね、ギルドの宣伝しておきます。ギルドまだまだ募集しております。こんな感じで。あと8人入れるんでね、よかったら参加しに来てくださいね。ということで、まずはレベル50一発走ってやってね、やっていこうと思います。もう、さすがにこのゲームの説明、嫌やろ。もうスキップだ。なるほどね。まあ、とりあえず頑張っていこうぜ。もうね、正直、配信外で少しやりすぎた。それなりに強くなったと思います。ま、やっていこう。とりあえずね、同調は一緒なんでね、こんな感じで、俺のね、プロパズルを見てほしい、プロパズルを。まあ、やっぱね、俺のプロパズル見てもらいたいんでね、まあ、しっかりとやっていきましょう。まあ、今のはちょっとね、ウォーミングアップだったんで。はい、やっていこうと思います。やっぱこれ、ちゃんと読みとかないとね、何がないかわかんないから。巨人族の大変は、ニベルヘイもよく思っておらんのですね。先の対戦では、ヘルや氷の軍勢を相手に戦ったんだよな。なるほどね。じゃが一番ヘルニアってそれ戦いに敗れ、ニベルヘイムに幽閉されたのだ。でももうニベルヘイムのコロニーが空いたんだし、巨人たちは逃げられるんじゃないの？え、なにこれ？でかくね？ヨータル。予定ヘイメン万歳、ユーコル万歳、ユーコル万歳、ユーコル万歳。早速お出ましになったな。ヨータルほどの巨人が相手だ。通常のスペルではスタンさせられん。ただし、あのスタンボムなら話は別じゃ試してるといい。なるほど。つまり、あのボムをスタンボムを使えばいいわけだから。ここ持ってきて、こんな感じ召喚して、ここもこれで召喚しようか。オッケー。真ん中は比較的ダメージ与えられやすいと思うし。で、ここ召喚。誰持ってきて、ここ持ってくる。オッケー。強いね。いいね。うわ、いって強い、こいつ。敵もまた強い。いや、これどうしよっかな。迷いどころやね。ボム作りたい気持ちもあるけど、とりあえず馬力張って。まあ、しゃあない。こればっかり一旦も仕方ないから。少しでも、まあ、繋げとこう。まあまあまあ。最低限。いや、これ厳しいね。微妙に組みにくい盤面。いいって、強敵が。敵がやばい。超強い。ナイス。ナイス。これでかい。あ、来た！ボムが。すげえ、スタンボム強え。めっちゃ行動遅らせた。ただこれ次12ダメージ飛んでくるから、これね、しっかりとバシッと、ダメージ与えていかないと、次12飛んでくるからな。オッケー。少し減らして。これ、ここ持ってこようか。うん。こうして。まあ、最低限。これで。よし、オッケー。いってー、マジで。こいつダメージがやばすぎる。火力がおかしい。火力の鬼だ。ここ持ってくるの。ここ持ってくる。オッケー。いやー、ダメージ当たんないか。くっそ、マジか。じゃあ、ここ持ってきて。召喚。これどうしよう、これ。やばくない？敵が強すぎる。オッケー。やべ、マジで。マジで、お前、ほんと。お前とか言っちゃったけど。ここ、こうして。いや、これどうする？もう無理でしょ。持ってこざるを得ない。いないで、やめて。やめて。攻撃じゃないで。嫌だ。まだ死には早い。ふっ。ちょ、馬力張りたい。馬力張れない。じゃあ召喚。スタボもいけ。スタボもいけ。よし、ナイス。スタボで一旦送らせる。素晴らしい。で、ここ繋げて召喚。ダメージ与えて。左のスタンボも割りてやれ。でも割れない。くっそ、消せないか。消せないね。そうだな。これ来ちゃうな、次。あぶね、1耐えた。よし。召喚して。うわぁ、盤面がやばい。これどうするよ。いや、これどうしようもできねえぞ。何も召喚できん。いや、これ何もできん。オッケー。いや、これ、ここいろんなところなんだよな。ここで抜くしかないから。あ、ナイス！ここでスタンボム発動させて1ターン遅らせる。で、ここ読んで。オッケー、ナイス！これでかい！
いや、これ超でかい。このスタンで一段遅らせる。さあ、残り。待て、これどうしよう。よっしゃスキル保つと危ねえ、負けたかと思った。ちょっとね、あのね、ほんともうね、あの CPU のが頭がいいから俺がやるとマジでむずいんだよ。フルングニルに言い続けるぞ。お前たちの骨を噛み砕いて踏みつけて。もう失せよたる、お前は負けたんじゃ。踏みつけられたくなかったら逃げるがいい。そうやな。俺らが勝ったからな。勝ったやつが勝利。勝ったやつが最強だから。よーし。おっと、まさかのまだレベル6なのか。さあ、宝箱。意外とレベル上がんないんだよね。お、来た。新キャラ来たー。どれ？モグラモグラモグラ。見た目結構きしょいけど。すげえ、モグラじゃん。強いのかな実際。あだす。あだすあだす。見てみよっか。あ、そう、配信外で一体会いたいんだよね。ワーグウルフ。でもなんかパッと見弱そうだから使ってないっていう。で、これがノーマルか。パワー3。まずこの時点でパワーこっちが3か。でも融合ボーナスがこっちが3なのに対して。3しかない、1しかないのか。なんか微妙にやっぱ使いづらそうだね。まだ育成が始まってないから。まあキャラ揃ったら使ってもいいかな。今現状はまだいいや。やっぱレベル2だからね、こいつらは。こいつらまだレベル1だから、下の方は。とりあえずちょっとここは、あと40経験値稼いで、レベル上げようか、とりあえず。とりあえずレベル上げよう。51で。多分ここカットかな。よし、OK、クリアだね。さあ、レベル上がるんじゃないか。さすがに上がるでしょ。OK、来たね。レベル7。やっとだよ。やったー。じゃあ、って感じで、レベル7になったということはね、新機能が解禁される。ダンジョンですね。やっとこれにできる。やっと挑戦できる。そう、ダンジョン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 やりたいんだよ。こんな感じで、ギルド同士で挑戦するらしいよ。え、ゴー、いや、こいつ行くの、6000HP だよ。定石通りボスやクリスタルを攻撃してもいいが、1日1個ボムを使えば確実にダメージを与えられる。ほうほうほう。なるほどね。でもそう、ボム、そう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 。こっち、それはクリスタルからでしょ、まずは。おい、一人だけじゃねえかい。あ、でもこれ、なるほどね。新しいクリスタルだからか。じゃあ、ここはやっぱプレイしょ、さすがにね。ボムなんか与えてらんねえよ。やっぱプレイしょ、まずは。はい、来た。すげえ、なんかやばそう。馬力張る必要あんのかな？ないっしょ、多分。うちの、あの、エリートのね、ダークネスっていう、まあ、エリートがいるんだけど、うちのギルドで。あいつでさえも177ダメージってことは相当厳しいのかもしれない。だけど俺は勝つ、勝つとかあるのか知らないけど。よし。で、ここにも生成。OK。で、ここで召喚。よし。いいね、いいね。まあまあいい感じに与えると。うわ、なんかでけえの来た。やべえ、やばそう。ダメージ与えておこう、とりあえず。ビューン。ここと、ここ、ここ当たるか当たらない。OK。生成しておこう、とりあえず。よし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 。怖い怖い怖い。召喚して、これも召喚。で、こう、馬力張る意味あんの？まあ、一応馬力やっとこう。馬力いらなそうだけどな、これ見てる感じ。あ、いるいる。強い強い強い。これ、ここ読んで、召喚。いや、これどうしよっかな、迷いどころ。ここ迷いどころ。ここでいっか。オッケー。いいね。いや、左端が弱いね、これ。左端で召喚しておきたい。なんとも言えない、これは。ってなったら、まあ、確実にここは召喚しようか。もう左端捨てるしかないね、あれ。もったいないけど。ナイス。逆にその聖地はありがたい。いい盤面悪すぎん、これ。ここ読んで、馬力張って。いや、召喚できないでしょ。ここも馬力張っとこう、とりあえず。はい。これ、真ん中の列ひどすぎんか。ナイス。これダブル召喚。素晴らしい。
いや、痛い痛い痛い、バカバカバカ、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。まだあと4ターンもあるんだから。指手強い敵が。さすがダンジョン。馬力張って。OK。おー、大丈夫。ここ持ってくる。ここ持ってくる。確実にね、ダメージ与えて。よし、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 よし。で、召喚。え、これどうすんの？これ溶けて、ここで融合で、融合召喚。でかい。いや、ちょっとやばくない？敵強くない？しかもあれ多分攻撃できないから意味ないじゃん。じゃあ3ダメージずつ与えておいて、少しでも。ゼロじゃん、だって。どんぐらい？お、結構いったんじゃない？何ダメージ？ 64。ボムの方がいいじゃん。やば、ボム強。31ダメージ。なるほどね。もう一回やってみよう。これ VSCPU してみよう。ちょ、CPU だったらどんぐらい一回やってみよう。俺じゃなくて。CPU 強くね？何これ？何これ CPU？ え？何この進行の速さ？え？やばない？強っ！やばいんだけど今のクロス。しっかりクロス決めてダメージ与えていく。さあここ再度召喚して。いや、しっかりと組み立てる。そして。え？これ何？早すぎ？進行。やば。やばい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 。やばいって。いや、やばい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 。やばい、強すぎる。え、強い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 。確実すぎる攻めが。盾もしっかりと張って、防衛も完璧。いや、強。え、強くね？あ、でも死んだ。123ダメージ。俺の約2倍。うんふんふん。もうなんか今日泣いたんで終わります。よかったら皆さんアプリにダウンロードお願いします。てか、アプリにダウンロードよりもギルド来てください。別にみんながアプリダウンロードしても俺にそんなメリットないんですけど、ギルド来てくれたら俺にめちゃくちゃメリットあるんで、アプリダウンロードするついでに必ずギルド来てください。ダウンロードしてくれる人、待ってます。シャープ YDFGO で調べてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。なんか CPU、やっぱこれが未来か。